皆さんこんにちは and Happy New Year! 明けましておめでとうございます。今年も2020年が始まりましたね。とっても楽しみなことがいっぱいの年です。さて、お正月も三が日が過ぎて、これから仕事が始まる方がほとんどだと思います。皆さん、お腹の調子はいかがですか？今日はお正月食べ過ぎて食欲が引かないんだという方と、お正月食べ過ぎて胃がずっともたれてるんだという方に、フルーツを通して解決策をお届けします。それではまずはじめに、お正月食べ過ぎて今もめっちゃ食べてしまうんだという方に向けての解決方法をお伝えします。それはズバリグレープフルーツです。グレープフルーツには体内のインスリンを下げる働きがあります。インスリンとは、食べた食べ物を消化する途中でエネルギーを脂肪に変えて、その脂肪を蓄えるという働きをします。グレープフルーツはこの脂肪に変えて蓄える働きをストップさせます。なので食欲の抑制にもつながります。また独特の苦味が食欲を抑制してくれるとも言われています。続いて、お正月食べ過ぎてお腹がもたれてるんだという方、おすすめのフルーツはリンゴです。非常に消化のいいフルーツとして有名ですが、1日1個リンゴを食べれば医者知らずという言葉があるほど本当に消化にいいんです。風邪の時にリンゴをすりおろして食べられる方いらっしゃいますか？私はすりおろしリンゴで風邪を撃破してきました。リンゴには数多くの消化酵素が含まれているため、とても消化にいいとされているんです。消化酵素とは、食べた食べ物を分解して養分として体に取り入れる働きをします。なので食べたものをそのまま養分をちゃんと体の中に取り入れることができるんです。なので食欲のない方でもリンゴを食べることによって栄養をしっかり取ることができます。またリンゴの皮には食物繊維が多く含まれています。なので便秘気味な方はリンゴを皮ごと食べるとおすすめです。体の中の老廃物を植物繊維がきれいにお掃除してくれます。いかがだったでしょうか？食べ過ぎて食欲が止まらない方にはグレープフルーツ、そして食べ過ぎて胃が戻られてしまっている方にはリンゴがおすすめです。ぜひ皆さん試してみてください。そして元気になってまたしっかり活動していきましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立ったと思われましたら、いいね、コメントで教えていただけると嬉しいです。また役に立つ情報をどんどん配信していきますので、ぜひチャンネル登録してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。